はい、皆さんこんにちは。今回はですね、書評をやっていこうと思います。今回取り上げる本はですね、これですよね。この本ですね、無限と連続、遠山飛躍著ですね。まあ、これは割とね、一般向けの数学書として、まあ、有名な本ですよね。まあ、この遠山飛躍という方は、まあ、数学者でもあり、また数学教育に造詣の深い方ですよね。で、私もね、幼い頃、この子供、遠山飛躍のね、子供向けの数学入門書を読んだこともあって、この遠山飛躍という名前はね、やっぱり心に残ってるんですけど、で、まあ、この本もね、やっぱり一般向けの本、まあ、子供向けではないですけれども、まあ、一般向けの本ですね。ただとはいえね、まあ、一般向けなんですけど、まあ、いわゆる文系で学校以上の数学に触れたことない人は、そういう方はどうかな、ちょっと読むの大変かもしれないですよね。まあそれでもね、センスがあれば読んでいけるかなとは思うんですけどね。まあ結構ね、まあセンスといいますかね、そういったものがないと全くね、数学に、まあ、学校以上の数学に触れたことのない人は結構大変かもしれないですね。で、内容としてはですね、まあ、集合と無限の話から始まって、まあ、数の概念であるとか、まあ、群、位相、さらには群と幾何学の連関ですね、まあ、そういった話につながっていくわけですね。この群と幾何学の連関では、まあ、エルランゲンプログラムというのが取り上げられていて、まあ、これは変換群 G によって不変なその、まあ、その空間の性質を考えるということで、まあ、これによってこう変換群 G ごとに一つの幾何学が定まると。で、まあ、ユークリッド幾何だとか遮影幾何なんかも、まあ、その一つであるということで、その群と幾何学が対応するという、こうダイナミズムがね、こうあるわけで、まあ、そういった話がね、書かれていたりするんですけど、これはなかなかね、面白いですね。あとね、私がちょっとね、これだと思ったのは、やっぱり整列集合の概念、これ整列集合って言葉自体は直接には出てこなかったかな。まあでも、実質内容としてこの整列集合の概念というのはね、まあそれについて述べられているわけですよ。この整列集合というのは、こう、全順序で、空でない部分集合に最小限があるという、まあそういうものなんですけども、まあまあ、全順序はともかくね、空でない部分集合に最小限があるっていうのは、どっからこんな、まあ、条件というか概念が出てきたのかなという感じもするんですけどね。まあ、とりあえずこう、まあ、これは自然数をモデルにしてるんですけれども、その上で、要するにこれ、数学的機能法が成り立つための条件というのはね、これが一般化されているわけですよね。まあ、機能法というのは、まあ、機能法の過程があって、まず丸1として n イコール1の時成立、まあ、これ別に 1からとは限りませんが、まあ、普通は1からですね。 n イコール1の時に成立と。で、丸2として n が k 以下の時に成立するならば n イコール k プラス1の時も成立するという、まあ、まあこういうことですよね。でこういう過程が、ね、ある時はまあ、自然数全体として成立するということなんですけれども、これはまあなぜかというとですね、もし成立しない N があるならば、成立しない N の集合、まあ、これ S としますけれども、まあ、これにはまあ、自然数だからこう最小の数 M があるわけですね。で、M が1より大きければ、M-1 以下の時にこう成立するわけですね。それが成立しない数の最小なわけですから。だから n-1 以下の時に成立するので、マグ2、の条件ですね。k 以下の時に成立するならば k プラス1の時成立っていうことからして、m の時も成立すると。で、m イコール1ならば今度はマグ1の条件ですね。1の時は成立するという、この過程により成立すると。で、いずれにしても M の時成立するので、
これ M はこう成立しない集合のね弦のはずだったからこれは矛盾だと、いうことでこれは配理法からこの全ての自然数 N について成立するということが言えるわけですね。まあ、こういうからくりなわけですね。で、まあここでポイントになるのは、まあ、空でない任意の部分集合に必ず最小限が存在するということなわけですね。でここからこの整列集合の概念が自然に出てくると、まあそういうふうなことが、まあ、見て取れる内容になっているわけです。だからこれはこのね、そういうところからもこれね、侮れないですよね、これ。これはなかなかの本ですよ。で、だからまあこうね、やっぱり一般向けなんですけど、結構な水準の内容も含んでるわけですよね。例えば、R と R2 がねこう、まあ、1対1に対応するとか、まあ、そういうレベルの話もしてありますね。これ結構なね内容なんですよ。だから数学を専攻されているような方もこう一読するとね数学への理解が深まるんじゃないかなと思いますね。だからやっぱりおすすめですよねこれ、この遠山飛躍の、無限と連続ですね、これですよ。これはまあ岩波新書ですかね。この本、まあ、おすすめですよね。はい。ということで、今回はこの、遠山飛躍著の、無限と連続の書評をやってきました。まあ、今回の内容が参考になったという方は、高評価、チャンネル登録とよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。